はい、えー、それでは這い上がりながら学習する機械学習第2回始めていきたいと思います、えー、今回はですね機械学習というものの種類について、えー、調べたので紹介いたします、はいえー、まず最初にですね AI、ま、人工知能の種類というものについて、えー、ざっくりとした情報です人工知能というものの中に えー、マシンラーニング機械学習というものがありそしてその中にディープラーニング、えー、深層学習というものがあるそうです、えー、巷で話題の AI というのは最後のディープラーニングというのが相当するそうですはい、えー、そしてですね、えー、また今回ちょっと広めの機械学習の種類に関してなんですけれども、えーまあ、調べたですねあの 引用した、えー、表を貼っています、はい、こちらの結果からですね、えー、投資で例えば儲けたいと思った時には、えー、買うあるいは売ると儲かるかを当てるということになる、えー。そのため、儲かるかというのを教えることができる。えー、教師あり学習というのは、えー、目的に多少合致しているんじゃないかなと思います。はい えー、上の四角で青い四角で囲っている部分になります、はいえー、そしてですね、えー、その機械学習、まあ、教師あり学習などに関しての種類で、えーまあ、こういういくつか種類がありますというまたもまた引用なんですけれどもこちらのところから「怪、え、奇、ー」会期や「奇」「ニューラルネット」えー「ベイズ」「クラスタリング」「アンサンブル学習」というのがあります、えー、こちらの中でですね、えー ね、ニューラルネットに関して今回は行っていきたいなと考えています、えー、こちらのところはですね、えーまあ、Google などの、えー、ニューラルネットがすごいって聞いたので、まあ、そのままミーハーな気持ちで、えー、勉強していきたいなと思っているからです、はいえー、次回からこのニューラルネットに関して、えー、学んだことをちょっと紹介していきたいなと思います、はいえー、それでは、えー、ご視聴ありがとうございました